日本のとある町で見つけました。ありがとうございます。さらに、ありがとうございます。こういうペッカーといいけど、美味しいです。ありがとうございます。さあ、いくら？お母さん、これでおいくらなんですか？これで全部どいくら？あ、すごいお値打ちですね、こんなにあって。パスタだけくださいとかっていう方もいるんですけど、パスタだけはやってないんですか？寿司屋なんで。
思うまい。はい、このお店どこだ？あ、志村けん。東京都東村山市にある重尾寿司さん。サボ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 だ。でも珍しいですね、お寿司とパスタがセットって。なんかみんなにね言われる。あのね、この人が戸川さんのね、住んでる。機械がイタリア料理店を伝えたので。そこまでいいよ、あの自分で何かやれって言われて、モアさん、そこだのモアさんで、そこは言わなくて西武球場そうそう、それでね、だからこの間もももクロだって、あれが来たの、西武球場。誰が一番不安？ももクロですか？うん、ももクロの中で、じゃなくて全体的に女優さん、あれですか？僕の、私は綾瀬はるか。あ、綾瀬はるかが好きな。男の人はいないね。高橋克実の人も比較しないから、お昼食べに来たのかさ、どっか行った方が朝から解放できる。話から解放されるよ。ずっとすごいですよね。ずっと元気の秘訣ですよ。喋ることだけが話ずっと喋る。だってさ、競輪競馬パチンコやんないんだからさ、喋るぐらい喋らせて。